オフィーリア今日も清らかな水のように美しい。菅さん、ずるいです偶然にもオフィーリア、そなたと出会うという密かな筋書きなのだ。何も言うことはない。さあ、その辺を歩いていなさい。私は隠れているとしよう。お前何やってんだ。ほら、エンジミーが王様を倒すんじゃない。てめえ何やってんだ。話せ。つーかさ、なんで俺クローディアスなの。最低な役じゃん。誰これ配役決めた人。あ、開いた。まあ、ゴーオン。あ、じゃあ今度このままでチームのバランスが崩れちゃうのか。なんだとこら。仲良くしよう。やってる。全員で東京へ目座ってる。行こうぜ。いいか、もうあんな思いはしたくないな。ああ、先生どこへ。東京。東京ってもしかして猫まですか。東京はもうバナナしかない。期末テストあるの。点で補習になる教科がある場合、補習を優先させるため、その、あの、赤点って何点からですか。嘘、そっから。コーチ、あ、学生である以上本業が大事なんだ。言うまでもだ。気持ちが大事だ。精神の日向、多分そこまで考え込まなくても大丈夫だと思うよ。そうだ、なんとかなるって。お、俺高校入ってから小テスト2桁以上取ったことないですけど、なんとかなりますか。え、ちょっといいかな。新しいマネージャーとして見学に来た。マネの仕事も引き継がなきゃ。うわ、うん、よし、アルコモン頑張るぞ。やったー。やつさんのノートのおかげで英語の小テスト初めて2桁以上取れたよ。本当、うん、イエーイ。12点で喜ぶなんて。2桁。じゃあ今日は練習見学だね。緊張しなくていいからね。シャツ、やべ、着替えないと。来たな。体育館で着替えるな。ごめん、慣れてね。まったく俺も気をつけなきゃな。もうハゲてますやん。坊主だよ。ラッタ、すいません、影山来る。ラッタ、はい、来い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 。よく喋ろ。そんな関与があるか。え、バカ。あ、ごめんね、バカでね、まったく。あ、いえ、あ、その、嬉しいです。お、あ、学芸会とかでも絶対そのあんなに一生懸命誘ってくれてすごく嬉しかったんです。お、じゃあ、そんじゃさ、あ、でもこんなにすごい部で私なんかは足手まといに。そういえば村人 B。 あー、バカにすんなよ。村人 B にはな、村人 B のかっこよさがあんだよ。ふーん、え、うお、変な馬だ。変な馬、そんな馬だ。別にいいだろ。部ということなので、清水、え、お願いします。ようこそ高須戸高校配球部へ。あ、あとは、あ、前来た時猫間にあんなやついたっけ。いや、いなかったと思うけど。ね、記念すべき東京遠征一発目の試合だ。気合い入れていくぞ。イエーイ。さあ、こっからだぞ。踏ん張れ。慌てんな。頑張ってください。はい、すごい。猫間が苦戦したヤバい一年。練習やのお姉さん。いや、龍野です。お、確かに似てる。カモン。ダサいって言った言いました、ね、師匠の島田さん、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 塩、あ、塩、はい、え、はい、え、月島くん、塩いりますか。いや、それは邪道だわ。すいません。ノノノノノ、え、縁の下です。なんか覚えづらい。覚えやすいです。月、この後サーブの練習しようと思うんだけど、よかったら一緒に行っと。僕、風呂入って寝るから。あ、
先自主練行きます。え？ヘッチョ行ってくるべ。お願い。日向。影山は客観的な事実を言ってるんだと思うよ。待って。あの速攻は十分すごい。他の攻撃を磨いていくのが俺もベストだと思う。でも今も変わりねえからな。消えんだろ。やめろ。離せ。これがシンクロ攻撃だ。プロのチームでは定番の攻撃だが、高校生でそれも宮城でやってるチームは少ないと思う。どういう関係？当たれ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 。ああ、もう全然違う。出て出て、どうだどうだどうだ。黒谷相手にどう戦う？デート最初にした。前までの日向なら合わない時点で慌ててたのに。日向ナイス。あっさっさ、ナイス。ナイス。一斉のせ、一二三四五六七八、一二三四五六七八。すげえさん、すまん。いいほどに噛み合ってないね。歌舞伎町のど真ん中でも食べれるものは全部リクスイムだよ。しまっ、はい、言われてみるといつもより少し文句言えよお前。あなたが調子を落とすことを危惧してたってわけですか。しかしそれを怒るかね。商用らしいよ調子と。お前が気使うのなんて怖え。でも落ちてくるトス打ちたい。早く上げてくれよ。練習する。朝練に響いちゃいみねえ。今日も上がれ。はい、はい、お疲れ。日々の進化にマネージャーとして新米の私は驚くばかり。みんなみんなで学芸会のようにハムレットを演じて。来た。どこに置いたらいい？下にお願いします。すごい量ですね。さすが島田。いいぞ。この人にお願いしてうちの店から礼。ハムレット高校対さあローリングサンダー。負けっぱなしのこのエース、1セットだけでも取り返して帰るわ。頑張れ。インナー打ってくるんだ。おいしそう。見たか、カーシー。マグレだけど。いや、マグレかもっとうるせえな。ファーストテンポのシンクロ攻撃。演じて突っ込め。ナイスナイス。じゃあ影山ナイスです。あざす。オッケー。じゃあ、3枚。 お久しぶりです。おお、君はそこを一本引き締めてみせたな、うちのエース。わかりました。え？うまい。野谷さん、ナイスレシーブ。なんだ？シュルンテ。いや、今回は絶対いけるって感じしたけど、いざ目の前で止まるとビビるな。やばら、おめでとう。したくてそわそわしだすから。やる。離れろ。翔陽はいつも新しいね。ただでさえ一瞬立ち止まっただけで見抜かれた。プロのチームになって頑張るぞ。うわ、それでも後悔をしない試合をしてほしいと思うし、そう、新しい速攻これで戦える。読まれたり追いつかれたりしても戦える。お母さん様、もうすぐ帰ります。手紙では私の方が先についてしまう。かの夏